どうも、チャンス大城でございます。あ、はい、まっすぐ左ですか。左、あ、ちょっと、あ、こうですね。まっすぐで、はい、ここなんですよ、僕の家。あ、これチャンスの、はい、兄貴がですね、風呂半年入んないんですね。ほんでもう学校でも臭すぎる言うて苦情が来てたんですよ。先生から電話があって、息子さんお風呂入らせてくださいって。ほいおかんももう頼むから風呂入ってくれって。お風呂入らしたらね、湯船もう濁ってもうてね、めんどくさがりでね、髪の毛も仮金みたいに長くて、手の爪はね自分で噛むんですよ。で足の爪嫌いでしょ。足の爪ってこうまっすぐに伸びないんですね。巻いてくるんですよ、皮膚に。ほんで、ね、こう夜中寝てたんですね。寝てたら廊下からカチッカチッカチッって聞こえてくるんですね。で何の音かなと思ってこう部屋開けたら、兄貴がおおトイレ行くって、カチッカチッ、いやいや、なんかなタップシューズでも履いとんかいもう巻きすぎてカチ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 って歩いていってるんですね。ほんでもう一回寝たら起きないんですよ。でも母親が見てられへん言うて、画用紙とカッター持ってきて、兄貴の皮膚と爪の間に画用紙入れて肩で切るって。このイベントはちょっと見とかなあかんなあ思って、もう切り出してね、こうなーって切ったらこんなん出て、ね、うわすげえな日本切って、だんだんめんどくさなったんですね。おかんが力入ってカッったら画用紙貫通して皮膚までいって血プシュ吹き出して、起きない兄貴がさすがに「いたー！」って飛び跳ねましてね、起きて、うわカチ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 映画ザトウイチのエンディングみたいになってる。カチ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 。毎日万引きさせられてまして、MC ハマーみたいなズボン履いていって、ボーリングのようにこう、丸ってなったらダッシュできる。重いんですよ、また。